あやみんばい、こんにちは、福山あやみです。はい、今からいろんなヘアアクセを使ってアレンジしていきたいと思います。今ですね、やっぱりなんか普通の髪をアレンジしてもみんなヘアアクセとかつけてるじゃないですか。なんかそれがすごい今時っぽくて、しかも色、なんかヘアアクセでも流行りのものとかもあるので、それを使って今時風のヘアアレンジをやっていきたいと思います。イエイ。じゃあまずね、もう今流行ってるのがこうシュッシュ。見てください、シュッシュ。今大きいシュッシュ、なんか普通のシュッシュもまあいいんですけど、大きめのシュッシュ、こんな感じの大きめのシュッシュだったり、でももっと大きいのあります。もうシュッシュですかみたいな、もうもっとブワーってあるのもあるんですけど、私はこのくらいのサイズのシュッシュ持ってて、これちなみに WC で300円でした。安い。これなんかなんです、光沢があるんですよ。すごいこういう感じでスラスラしてて、だから光る感じですごい可愛いんで、じゃこれをまずシュッシュをね使ってやっていこうと思います。これは普通になんかこういう遅れ毛とか出しつつ、やっぱねこういう遅れ毛がね大事ですね、こういうアップする時は。でまあ巻き髪とかの方がすごいこなれ感というかが出ると思います。でもこういうアップにする時とかは、まあ、なんかここだけ巻いてもいいし、私も巻くの苦手なので巻く時はここだけ巻いたりします。こうやってアップする時はね。私どうだろう、お団子できるかな。結構髪伸びたんですよね。あ、いけるんじゃない？やっぱねシュッシュはこう見えた方が可愛いので、前から。あ、待って、できないかもできないわ。まあでもここはあれで止めよう、ヘアピンで。はい、でこんな感じで、ね、高くまず結んで、これは普通にお団子にするって感じだね。こうやってお団子にします。無造作なお団子って感じ。こうやってちょっとね引っ張って、こういう感じで。ちょっと無造作すぎ私はねもうここが足りないから、ここを止めるよ。無造作な感じが可愛いんですよ、こういう一つ結びとかで。ここにもうポンってのせる。はい、こんな感じです。たらーん、完成見えるかな。はい、こんな感じが今時のなんかこの大きいシュッシュを使ってアップしてる。これ普通にポニーテールでも可愛いし、なんかここにこうやって結んでここにつけても可愛いし、ハーフアップでハーフアップのそこにつけても可愛いです。だからもうこれをつけるだけで一気に今時っぽい髪型にできると思います。皆さんもぜひこれシュッシュ見つけたらぜひもう買ってください。自分で作ってる人もいますよね、こういうシュッシュ。私も作りたい。はい、1個こんな感じです。はい、これ手につけてもかわいい。手につけてもかわいいですね。で手につけとこう。はい、じゃあ次はこういうクリップですね。これもまたちょっと白かったやつなんだけど、これはハーフアップ。あ、これもこういう感じで。ハーフアップもねすごいね少量取った方が可愛い気がする。まあここ一回結んでもいいし、まあ結んだ方が頑丈だけど。こうやってつけて出します。はい、こんな感じです。こんな感じでちょっとクリップで留めます。これは本当にクリップでカチって留めるだけだからすごい簡単です。でこれもねいろんな色が出るので、これはちなみにこれも WC で買いました。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。2パターン目はなんか今結構クリップが流行ってるのかな。ちっちゃいね、今からまた出すんですけど、ちっちゃいねクリップ巻いて、こういう大きいクリップ、もっと大きいのもありました。こういう形じゃなくて、なんかガバーってしてるクリップもあったので、それもこれもね300円でした。安い、光沢があって可愛いんですよ。はい、こんな感じです。続いてカチューシャなんですけど、こういうカチューシャを持ってるじゃないですか。で、なんか最近こうネジネジだったりとか、ふにゃふにゃ、こういうカチューシャがたくさんあるんですけど、これはこう猫重ね付けという、こういう感じでしたり、私この黒のタイプも持ってるし、なんかこういうちょっと形の違ったカチューシャを2個付けしたりとかするのもすごい可愛いです。こういう感じ、秋っぽいね。これはもうこれ可愛い。これはちなみにプラザで1000円で買いました。いろいろ2個付けとか3つはどうだろう、3つも付けても可愛いかな。でもなんか一緒にこう重ね付けするのが可愛いですね。まず1個付けて、はい、こんな感じでつけて、今日の服に合わせるとしたら黒とかかな、後ろかな。これはね後ろにつけたのか。はい、こんな感じですね。黒は可愛いね。黒のカチューシャ、黒髪に黒のカチューシャもすごい可愛いです。で、こんな感じで2個付けするのがすごく可愛いと思います。これすごいね優秀、色味が真珠みたい。これさ、こういうラメもつけたのかな。でもこれがちょっとさ、なんかちょっとおしゃれしてますよ感が強くなって可愛いよね。3つつけたらどうなる？ちょっとあんま入れすぎ、ちょっと3つはやりすぎかな。はい、こういう何個重ね付けするっていうのが今こういうねちょっと可愛いアレンジですね。見て見て、カチューシャほら強化にできるよ。後ろから見たらどうなんこうなるよおかしいね。こう髪が長くてこう何もしないならいいけどね。はい、で続いてはですね、これ紐を使います。はい、紐多分ねみんな知ってると思うんだけど、最近紐がね流行ってるんです。紐、これはねこう一つ結びにするじゃないですか。で、私ちょっと髪短いから難しいかもだけど、このくらいしたら、これね、これをまずぐるぐる巻きにね、ここを若干なんかなんていうの、どんどん下に行く感じで巻いていきます。まずやべ、長さ違ったかなあ、長さ間違ったかなあ、違うちょっとね、これはね難しいかな。ですね、こうやって下でねクイッと、できてる。なんか全体的にこうできたら、その上からこの紐、こうやってね、これをね上から、これもちょっと鏡見ながらでもいいけど、なんか交差させながらだんだん下に持っていく感じのイメージで、最後上で結んでもいいし下で結んでもいいと。私は下で結ぼうかな。なんかこういう感じ、こんな感じです。横から見たらかわいい。めっちゃ動くない？いい感じじゃない？これがね、本当に最近の流行り。これも流行りで、シュシュと同じくらい流行りなんじゃない？これ、こんな感じで。もうね、これはね、スピンズで買いました。スピンズにね、めちゃくちゃいっぱい種類があって悩んだんですけど、なんか、みんながよく使ってるような色。こういうモカ系女子みたいな。こんな感じのしました。でも、これもあるし、こういう紐、紫、緑もあります。これね、袋入ったものだけど、こういう、これもまたこうやって結んでもかわいいよ。だからさ、こう2つに結ぶじゃん。ギザ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 って取って、こうゆるく結ぶ。こうやってさゆるく結ぶじゃん。なかなかこをこうぐるぐる巻きにして、あ、上だけとか、こう上だけでここで結ぶとかでも可愛い気がしますよ。これもうちょっと短いやつだといい気がする。まあ、本当にもうね、いらない糸とかあったら全然切ってもいいと思うし、もっとぐるぐるにしたらいいと思う。全然違う色だけど、あ、同じ色の方が濃い気がするけど、まあ、こんな感じで巻いてまあ、若干こうやっていったりとか、あ、このくらいなんかこういうなんか結構雑でいい気がする。まあ、こんな感じでも良さそう。次はこうやってね、ハーフアップするじゃん。簡単にハーフアップして、はい、こういうハーフアップして、でクリップ、まあ、私が持ってる可愛いクリップはこれかな。さくらんぼ、前は結構動画で出した記憶があるけど、これさくらんぼをつける。私は髪の量が多いのですごいピョンってなるんですけど、もうちょっと少量で取るといいと思います、髪は。はい、こんな感じです。はい、こんな感じのね、挟むだけのクリップが流行ってて、私もね、見てください、こんなにたくさん、ちょっといろいろ入ってるんですけど、私のカラフルボックスです。これがいろいろね、クリアとかで、クリアはね、ファンからいただいたものなんですけど、こういうのとかはめたりとか、あとはこういうところにさ、あとこれもある、透明つけたりとか、可愛くない？こうちょっとお花畑っぽいつけすぎこんな感じです。クリップはちょっとね、今の服装にはね。はい、という感じで、いろんな最近のヘアアクセを使って今時のヘアアレンジをやってみました。やっぱね、もう可愛い、やっぱね、なんか今時っぽい、なんかほんといろんなやり方があるまあ、シュシュもそうだし、こういうね、紐とか全然思い浮かばなかったよ。こんな巻きつけてとか、これは何するんだろうって感じだったんですけど、すごいね、たくさんリゴとかスピンズとか、これはね WC で買ったりとか、アクセサリーショップにもたくさん売ってるので、皆さん是非見つけて買って、真似してみて、是非見つけて、こういうヘアアレンジ楽しんでください。はい、何か参考になったらいいです。はい、じゃあみんなバイバーイ。